このうち唐津市の生佐小学校では保護者や在校生に見守られながら卒業生7人が入場、一人一人名前を呼ばれ卒業証書を受け取りました。橋口茂美校長が自分の人生を思うように歩み人生を十分に楽しんでくださいと花向けの言葉を送ると、卒業生は6年間の学校生活を振り返り先生や家族への感謝の気持ちを伝えました。大人に一歩近づいた2分の1成人式、お家の人の愛情に感謝しながらみんなで10歳のありがとうを歌いました。卒業式は感染対策として時間を短縮して行われましたが、卒業生には今年も温かい大きな拍手が送られました。